はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、やっぱアウトプットっていうテーマでお話をしたいなと思います。はい、ちょうどね、このアウトプット大全っていう本をですね、読みました。はい、というところで、まあ本当にね、この内容を見るととにかくアウトプットが重要というところで、どういうやり方があるのか、まあ、書いたり読んだり、書いたり話したりとか、とかまあいろいろね、そのやり方だったり心構えだったりと、もとにかくね、全てがためになるようなことが書いて、とても勉強になったんですね。はい、というところで、まあこの本でも言っているように、まあ、とにかくアウトプットというところで、まあそのとにかくアウトプットというか、まあこれをアウトプットしようかというのが今日の動画になります。はい、でまあ最初のところの方はですね、ちょっとポイントをで重要というか、とてもためになるというところをですね、ちょっとかいつまんでお話ししたいなと思います。まずですね、現実はアウトプットでしか変わらないというようなコラムというか、そういうのがありました。で、まず読む、聞くっていうのがインプットですね。本を読んだり話を聞くとか、そういうのはインプットで、話したりなんか書いたり、この本の内容とかを行動するっていうのがアウトプットで、まあ、この本をですね、本を100冊読んでも、まあ、アウトプットしなければその現実世界が変わることがありませんということなんですね。はい、だからまあそのなんですかね、本を100冊読んだとしても、本を1冊読んでなんかブログとか書いたり、こうやってなんですか、発信したりみたいなことをしなければ、なんですか、決して100冊読んだとしてもあんま意味ないよみたいな、そういうことをね、言ってくれてるわけですね。話すでもいいと思うんですね。本の内容を友達とかに話すとか、そういうこと。だからまあ、アウトプットを、まあ、常に、なんすか、意識というかですね、アウトプットしないと、そもそも、なんすか、自分の頭の中ではなんか、思考とか変わってたりするのかもしれないですけど、まあ、現実世界にね、何もその、影響を与えることがないから、という話ですね。はい、はい、で2つ目、2週間に3回使った情報は長期記憶になりますというところなんですね。で、1ヶ月前のランチは思い出せないけど、3日前は思い出したりしますよね。なんか唐揚げを食った覚えがあります、近所のスーパーで買ったっていう感じで思い出せますけど、1ヶ月前ってさすがに思い出せないですね。まあこんなのは別にいいんですけど、だからあれですね、その人間はその重要な情報は長期記憶として蓄えるんですけど、重要でない情報は忘れるように、まあ、そういう都合のいいようになっていますね。はい、なので英単語とかを一発で覚えるの難しいけれど、ちょっと覚えたのを2週間に3回復習すれば記憶できる、まあ、そういうようなメカニズムになってるみたいです、脳みそって。だからずっと使ってるのだと、もう長期記憶で覚えてますね。だからなんだろう、ずっと触ってなくても、なんだろう、例えばなんだろうな、ハローってこんにちはじゃないですか。それってハローって言わなくても、なんかもう長期記憶されてますよね、多分。まあそういうことだと思うんですね。だから普段使ってれば、
まあ、多分ちっちゃい頃にハローって2週間のうち3回行ったんでしょうね。だからこうやって覚えてると思うんですけど、うん、まあまあそういうことですね。だから本当に重要なことだったり、覚えたいなと、覚えたいな、勉強しなきゃいけないなということは2週間のうちに3回多分やればいいということを言ってくれてるわけですね。はい、はい、で、3つ目、インプットアウトプットの比率は3対7でということです。で、こちら本だとなんかどっかの調べだと7、3らしいんですね。逆だから本を読むのが7割で3割で発信力というか、まあ、その3割がこのアウトプットということなんですけど、まあ、これね逆転をさせなさいと、インプットは3割アウトプットは7割、だから要はその、うん、頻度というか、そういう感じでやらないと、まあ、伸びませんよというか、勉強とかの効率だったり、効率がね、いいっぽいんですね。勉強とかの効率がいいっぽいですというところです。はい。まあだから、じっくりね、これをじっくり読むというよりも、ガーって読んで、それを、まあ、誰かに話しつつ、細かいところを、なんだ、砕くように読むだったり、っていうところですよね。そっちの方がなんか効果的っぽいですね。残るというか。効果的な勉強方法みたいです。というところで、アウトプットの方を多くしましょうというところですね。はい。はい、で、最後4つ目。アウトプット6つのメリットというところなんですけど、まあ、6つのメリットというところで、記憶に残る、行動が変わる、現実が変わる、自己成長する、楽しい、圧倒的な結果が出ると。この6つを言ってくれています。で、まあ、確かにね、まあ、この6つのメリットを全て感じ取れてるかと。僕は結構アウトプットを意識して、日々過ごしてるつもりではいます。この YouTube 活動もそのアウトプット活動の一つであるんですけど、確かにね、これらのメリットは感じてるんじゃないかなと思います。特にね、現実が変わるというところだったり、圧倒的な結果が出るというところ、圧倒的っていうとあれですけど、確かにね、まあ、この2つってちょっと連鎖というか似てるポイントだと思うんですけど、確かにアウトプットをしていることで、なんですかね、まあ僕の場合で言うと仕事が増えるっていうのはありますね。し、仕事とかでいい結果が出やすくなったのかなっていうのはあります。直接的に関係してるかというと、そうではないかもしれないんですけど、この例えば YouTube の動画とかですね。だけど、それがその間接的になんか作用して、まあ、なんかいい方に向いてるなっていうのは、なんか思います。はい。まあ、少なくとも、このアウトプットしてマイナスになるっていうことは、まあ、十中八九ないと思います。はい。というところで、まあ、この6つのメリットス、結構感じれてるんじゃないかなと思います。だから、多分これこそがね、その人生を豊かにする、まあ、なんですか、アウトプットこそが結構なんですか、人生を豊かにするツールというか、自分のね存在を世に、それこそね、ちょっとこの本のあれとはずれますけど、まあ今はその個の時代というところに突入してきてますよね。やっぱその仕事とかもその会社に頼むというよりかは、この人にお願いしたいみたいな、まあそういうところですね、具体的な話を挙げると。うん、なんかその
アピールにもなるし、このアウトプットっていうのはなんか宣伝でもあるんですよね。宣伝にもなるし、勉強にもなるし、まあ、楽しくも感じられるしっていうところで、なんていうんですかね、いいことづくめなんですよね。まあ、むしろいいことしかないというところで、まあ、何がしかのアウトプットっていうのをやるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。というところで、だいぶちょっと抽象的な内容になっちゃったような気もするんですけど、これすごいおすすめなので、1500円くらいなんで、全然、あれですね、お小遣いで、って感じで、はい。はい。というところで、今回の中、以上になります。では、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。じゃあ、また見てください。バイバイ。